アミックは第二次世界大戦中にアメリカ海軍によって建造されたキャノン9護衛駆逐艦。大西洋と太平洋の両方で活動し、戦団護衛の任務に就いた。1942年11月30日にニュージャージー州ニューアークのフェデラルシップビルディングドライドック社によって寄港された。1943年5月27日に竣工。 インズ、ユージーン、エーミックの未亡人であるメアリー・アール、エーミック・婦人が立ち会った。1943年7月26日に、ニューヨーク海軍交渉において、フランシス・ C.B. マキュン中尉の元収益した。アミックは9月初旬に、バミューダでの完熟訓練のために、東海岸を去った。この巡航中、音響魚雷に対する防御装置の実験的な、 運用試験にも従事していた。11月初旬、アミックは62任務軍の所属になり、大西洋における輸送船団の護衛としての任務を開始した。本館はまた、第15護衛部隊の機関としての役割も果たした。1943年11月から1945年5月まで、本館は大西洋を横断する9回の往復航海を完了した。 戦団の入港地は、カサブランカ、ジブラルタル、ビゼルト、パレルモ、オランなど。1944年8月1日、アルジェリアのベングと岬沖において、輸送戦団を護衛中に、ドイツ軍の空襲を受けたが、損傷はなかった。大西洋での18ヶ月の作戦中に、アミックは、ニューヨーク海軍交渉、または、ボストン海軍交渉のいずれかで整備を受けた。 アミックは、その後、別の戦団に加わる前に、メイン州、カスコー、または、ニューヨーク州モントークポイントにおいて、訓練を行った。アミックは、1945年5月5日と6日に、ポイントジュディスの戦いとして知られる小さな交戦に、参加し、ドイツ海軍の潜水艦 U-853 を、沈めた。1945年5月28日、 アミックはマサチューセッツ州ボストンを出港し、第15護衛部隊の他の艦艇とともに太平洋へ向かった。キューバのグアントナモ湾で1週間の訓練を行った後、後6月10日にパナマ運河を通過し、カリフォルニア州サンディエゴ経由で29日にハワイ真珠湾に到着した。2週間後にアミックはマリアナ諸島へ出港し、 日本降伏前に一回だけ沖縄へ向かう輸送船団の護衛を務めた。アミックは8月23日、海軍及び海兵隊の幹部を上官させて、パラオ島へ赴き現地の日本軍と会見し、9月2日にアミック環状において、パラオ諸島における日本軍の無条件降伏の調印式が行われ、日本陸軍パラオ地区集団司令官第14師団長、 井上左大陸軍中将が米海兵隊ペリリュー島司令部への降伏文書に署名した。11月3日、アミックはアメリカ本国に向かうためペリリュー島を出発した。11月22日にカリフォルニア州サンディエゴに戻る前にサイパンとパールハーバーに短期間停泊した。アミックは12月1日に大西洋艦隊に配属され、そのままもなく東海岸に向かった。 1946年1月3日にフロリダ州ジャックソンビルに到着し、修理のために造船所に入った。この作業が完了した後、彼女は第12号 A 部隊に割り当てられ、フロリダ州グリーンコーブスプリングスに停泊し、非活性化作業を行った。アミックは1947年5月16日に退役するまでグリーンコーブスプリングスで 半活動状態を維持し、他の感染の乗組員が非活性化を行うための拠点として使用された。8年間の予備期間の後、1955年6月14日、相互防衛援助プログラムに基づいて、アミックは日本に対応された。アミックは朝日として日本の海上自衛隊に所属し、1975年初頭に米海軍に返却された。 1975年1月6日にフリーゲートに再分類され、看板号も FF-168 に変更された。1975年6月15日にアメリカ海軍から除籍された。アミックは1976年9月にフィリピン共和国に売却され、RPS だとしかとな PS-77 に改名された。1980年7月、 看板号が PF-5 に変更された。1989年に退役して廃棄されるまでフィリピン海軍で使用された。ありがとうございます。